にちは。昔の道具ミグたちです。今日も戸辺昔の暮らし方でお話しさせてもらいます。今日は火鉢です。火鉢っていうのがこういう感じでね、いろいろあるんですけど、これがね、戸辺焼の火鉢なんですけどね、こっちがね、すごくたくさんあるんですよ。こういう印がついたりしてね、全国、多分全世界に出ていった火鉢だろうと思うんですけど、これはね、立ったままね、こうやって立ったままやるような火鉢ですね。そういう火鉢があるんですけど、もともと火鉢は火よけとか火おけですよね。おけ、これをおけと見出したんですね。火おけとか炭びつ、びつっていうのは箱っていう意味ですよね。だから炭びつとかいう言い方をしてたんだけど、一番最初火鉢が出てきたのがいつかって言ったら平安時代の頃ではないかと言われてます。もともと暖房器具とかだったら、やっぱりいろりが多かったですね。でいろりっていうのは板間に穴を開けてで火を焚くんですよね。だからいろりでを囲んでいろいろやるんだけど、畳っていうのが出てきた頃が、平安時代なんですよね。で、畳っていうのはもともと寝床です。寝るところだけ畳を敷いていたんですけど、日本人はベッドっていう感覚がないんで、布団を敷いて寝る、昔は着てた服をかぶせて寝るとかいうような感じだったんだけど、それを畳っていうものができてきてから、どんどんこうどこででも寝れるっていう考え方なのかわかんないんですけど、畳がどんどんこう広がってきましたよね。床張り、土間から床っていうのもそうなんだけど、火が焚けません。火が焚けないから、そこに火鉢を置くわけですよね。だから火除けとか炭びつとかいう感じで考えてたのは、木の箱とかそういうようなところのに灰を敷いて、そこに炭を置いて暖を取るというようなことで、火鉢っていうものが出てきたんじゃないかなと思います。畳っていう風になったら、畳だからだよっていうことになったら、畳がね、本当に庶民に普及したっていうことはね、かなり江戸の方になってからですから、実際は土間から床に上がったりした時に火を上に持って上がるっていう意味で、火鉢的なものが出てきたんじゃないのかなと思います。火鉢って言ったら面白いんですけど、こういう火鉢はこうやって暖を取りますよね。こうやって暖を取る時に大勢が集まって暖を取るって言ったら、ちょっとちっちゃいんですよね、火鉢は。だからね、火鉢っていうのは生産したり販売したりするときに一番多いのが一対なんですよ。日本はね、一対で売るものが結構多いんですよ。履物とか、日本はって全世界そうなのかもしれないけど、一対っていう、考え方は多いんですけど、火鉢も2個1セットで売ってるんですよね。で、同じ火鉢が2つあって、1人1つずつ持って
話をすると、お客さんが来たらお客さん用に火鉢を出すというような考え方がありました。だから火鉢って結構数あったりするんですよね。ですからこういう火鉢も公民館とか行ったら同じ火鉢がダーッと余計あったりしますよね。それ一人一個なんですよね。でこのくらいの大きさになった2人でこうやって手をあぶりながら話をするっていうこともあるかもしれません。で火鉢の最もいいところっていうのは、こう下にわらばいを敷いてこういうものを置くんですよ。これをね、五徳って言うんですけど、五つの徳がある五徳。これをこう置いて、この上に夜間とか置くんですよ。そしたらお湯があるわけだからすぐ お茶も飲めるんですよね。これでこのお湯が寝る前に湯たんぽに入れて寝ることができるんですよね。だから常にお湯があるっていう状態も、でこう炭がこう炭の熱って熱っつってスッと上に上がりますけど、ここに夜間を据えることで熱がこう横に来るわけですよね。だからこういうふうにやったらあったかいんですよ。そのまま上に上がらずに一回ここで夜間で止めるっていう、まあ鉄瓶とかそういう茶釜とか置くんかもしれないですけど、それで一回止めることによってこっち側に熱が来るっていう意味でも非常にいいものなんですよね。それでまだ火鉢の中でもこう角火鉢っていうようなものとか、真四角の火鉢、木で作ってる火鉢とか、こういう分でも木で作って彫刻がいっぱいあるような火鉢とかで、長細い長方形の銭形平次とか、おやぼんおやぼんおやぼんとか言ってるこうやってタバコ吸いながら何なんか言っていうような角火鉢、ここの奥にもいろんな火鉢ありますけど、そういうような火鉢の種類もいろいろあったりおしゃれになったりするんですけど、基本的に火鉢は一人一個、ね、そういう火鉢が考え方。これで火鉢に入れる灰ですね。灰はすごく大事にしてました。ですから藁で作って特別に作ったホクホクの灰を使うんで、よくタバコ吸ったりして火鉢でコーンとやったりして灰に灰を捨てるんだからいいだろうとかいうように、今の人間は思うかもしれないんだけど、すごくね灰って大事にしてたんですよ。だから実際タバコの火をここでコーンなんかいうようなことはもうしなかったですね。別に竹の筒とかで出してました。ここにはね、灰とかもね、入ってる火鉢があるんですけどね、こうちょっと灰もね、捨てずに置いといて、このまま中に入れといてくださいねってお願いしたんだけど、洗いたくなるんでね、灰なんかって思うかもしれないけど、なかなかね、今こういう火鉢で使うようなわらばいっていうのはないんですよね。いい灰ってなかなか取れないんですよ。それで灰っていうのはすごいんで、熱を遮断するんですよ、見事に。だから石膏ボードみたいな断熱材とかありますよね。あそこにこの灰って言ったら、ここの灰があるところは熱くないんですよ。だからね、灰っていいんですよ、すごく。だから火鉢にね、使う時に灰をね、時々こうやってふるいにかけたりとかしてね、大事にいい灰を使って、いい火鉢を使ったらおしゃれでいいですよね。ただ何度も
僕話してるんだけど、今の日本家屋は気密性をすごく重視しております。ですから家の中で火鉢で炭を焚いていたら一酸化炭素中毒になりますから、そこのところだけは注意してくださいね。今の家には炭火で暖を取るというのはあまりおすすめできない。換気っていうのを意識しないと、昔の家は隙間風だらけだから換気意識しなくていいんだけど、今の家は換気を意識しないと本当に死んじゃいますからね。火鉢を使うときは十分お気をつけくださいということで、今日は火鉢についてお話ししました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ウィッ。